ワールドカップの代表じゃん。はいはい、でまあ、大卒がこんだけいるんだけど9人。はい、だからこん中でアンダーカテゴリーの代表入ったことあるやつ何人いるって言われたらさ、はい、らシ,ュシュミットは入ってない長友入ってない谷口アンダー18候補は入ってる伊藤純也。 森田も入ってない相馬はちょこっと入ってた三笘も入ってない綾瀬も入ってないで9人中7人はアンダーカテゴリーの代表候補にすら入ってないと18歳以下でねプロになってでフル代表も入っているとでアジアカップはこの前もさこの,この中に大卒何人いると思う同じぐらいですか9人ぐいで結論的にはこのこのアーカーが前回から カタルワールドカカップから継続してるののは人人なのよ、はい、で4人結局カタルワールドカップに入ってないけど、はい、直近のアジアカップじゃね、はい、直近のアジアカップには4人大卒が入ってんだよね、はい、で同じくこの中でじゃあアンダーカテゴリー代表入ってたやつ誰したら谷口ぐらいで、はい、前川も前熊も渡辺剛も旗手も。 て代表に全く入っそう考えるとそのサッカーちょっとセンサーって逆にちっちゃい頃にちょっとこう目つけられてサッカーで食べていけるかもって思ったやつの方が危ないっていうかさ勉強しなかったりさ自分をどうしたらいいか本当に振り返ることしなかったりさ。 けど一方でこのなんか成功体験っていうのがこう成長っていうかい必要という見解もあるで例えば誕生日の月とかですね早生まれの子はそこで成功体験を多く積むからその後のこうキャリアが順調に伸びていくみたいな話もあるんですけどそれとはちょっと違うんですかねこのちっちゃい頃に代表に入ったみたいな自信が継続することは。 もちろんそいつにとってはいいと思うけど結,結局本当に一番選手としてさ油が乗ってる時期に自分の持ってるポテンシャルを一番発揮できてるのがもしちっちゃい頃に違うアンダー18までに代表入ってないやつの方がその可能性が高いみたいなのあるならなんかその自信も すごくこう短期的っていうかさ、うん、その時はいい思いするけど入ることは別に悪いことじゃないからさ入ったとて、うん、ただのアンダー18時点でのアンダー17時点での評価だからさ、うん、その先本当に成長し続けるためには何をしなきゃいけないみたいなの言語化するとかさ、うん、なんかそういうのはやっぱり教育だと思うんだよね。うん いや後ろにユニいいいっぱい飾っぱ飾てあるじゃないですか。<う>これだけの J リーガーが輩出されてる中で、うん、この子たちの学生時代のこうプロになったっていう子たちの共通項っていうのってかかあるんですか、うん、一つはハングリーにやってたってなるよね、うん、だみんな例えば J クラブから来たやつらはさ、はい、その同期のやつらは昇格した、うん、俺は昇格できずに大学来た。うん で4年後に絶対あいつらを上回ってやるみたいなハングリーさを持って過ごしているのはまあ間違いないよね。であとは大学をすごく褒め称たたえるわけではないけど、これ多分見とのさ、こう目標設定シートみたいなやつだけどさ、言語がやっぱする作業をやっぱ大学で鍛えられるからさ、考えてることを。 ちゃんと自分で言語化してでそれを達成するために何しなきゃいけないかって考えてで自分で掴んでいくっていうのは、うん、プロだとそれは自己責任でしょでこうなんとなく曖昧になってるところが。 やらされる部分もあるし、まあ、授業も整えるしさレポートもあるしさ卒業の文書いたりもする中でさ論理的に考えることとかさちゃんと自分の考えを伝えることっていうのは訓練されるからさそういうのをひっくるめて <coughs> サッカーのパフォーマンスの向上にはつながってるよやっぱり。うん これはどれぐらいの割合でで書かかせたりすするんですかこれはね年1回書かあそこにもちょうどあるけど 1>、はい、年1回全学生全部員に書かせてて、はい、でなんだろうな,な,ろうないわゆるちっちゃい頃にこう先生に提出してチェック受けましょうっていう種類のものじゃなくて、はい、自分自身に対して宣言する、はい、私はどうなりたいんだっていうのを。 ただ考えてててるるだけじゃなくて文字にに起こして1年に1回整理するとでそれを自分もチェックしてじゃあもっとこうした方がいいんじゃないかってアドバイスを送れるしなんか立ち返るときにこういうふうにお前考えてたんだろうっていう,こう共通の資料としてあると話もしやすいし、うん、っていうのを年一回自分を振り返る時間として作ってるっていうのは まあ俺セルフマネジメントシートって言い方はしてるけどね、はい、そういうのはあるかなこれ部員今何人ぐらい今4学年揃うとちょうど200人ぐらい200人,200人のシートがあったら当然こうしっかりこう明確に書けることを、うん、まあ書いとけぐらいな子もいると思うんですがそれってやっぱあのプレイとかに言語化できる子がやっぱり伸びていくとかそんなのとかあるんですかそれは 間違いない,間違いないでただもちろん言語化できるから伸びるかって言われるとまたもう一つ <laughs> 言語化したものをどうやって自分の体に落とし込んでいくかとかどう計画的に取り組めるかっていう実行力とか周りを巻き込む力とかっていうのは関係してくるから言語化することイコールできるようになるではないけど言語ができないやつはやっぱり最終的に。 あれ、自分はこれから何をしなきゃいけないんだっけっていうのをまあしゃべれないし、はい、そうすると当然計画も立てれないし、はい、まあその日その日頑張ってるけどなんかどこに目指してるのかがぶれちゃうっていうのは見えるよね。ということはこう伸び悩みっていうのがこう自分の中で整理できてないのが原因の一つにあるという感じですかね。うん、伸び 悩む時期って絶対あるし、はい、それは右肩上がりにこうずっとよくなりたいってみんな思ってるけど伸び悩んでるんことそのものをどう捉えるど,どう捉えてるかっていうことを言語化するとかるる、ね、うまくいってないけど、はい、これは1年後2年後にこうなるために今必要な時期なんだってちゃんと自分で理解してるか。はい 何でも聞かないんだろう嫌だなで終わっちゃうのとは全く違うと思うしまあその時にもしかしたらね中学生とかまあ小学生なんかで言うと周りの大人のサポートっていうかこう先にその人生を歩んでる人が今あなたはこういう時期なんじゃないかっていうようなことはこう導いてあげるのは大人の仕事かなと思うよね。 自分ののサッカーの取りり組みを振り返っ,てったら大学生っていうのはプロになる学生らねその先ももっと成長し続けるけど多くの学生はサッカー人生で最後の集大成の4年間だから、はい、自分史上最高になって終わるにはどうするみたいな話を自分で客観的に捉えれるかどうかっていうのは大きな鍵になるよね。うん 結構やっぱ声かかけとかされうんどうしても200人部員がいると、はい、全員と毎日しゃべれるわけでもないしそうなると本当にすれ違った時にどうだ元気かっていうところぐらいだしもちろんトップチームの選手は毎日練習見てるから気になる選手にはこっちから声をかけたりはするけど、はい、基本的には自分たちで。 もしくは仲間と一緒になんかこう解決していくっていうようなスタンスだね大学生になるとやっぱそういうスタンスかな学生主導でこう積極的に運営される、うん、運営しているっていうのがあるじゃないですかそれは小江戸さんがあれですかあれもねスタートはうーんまさに必要に駆られてのスタートで。うん 2014年に自分着任した年に一部から二部に降格して次のシーズン始めるにあたって何かを変えなきゃいけないっていう危機感もあったし現実的に対戦相手の分析とかそれのデータを使ってやりたいなと思っていたけどなかなか一人ではやりきれてなかったのでちょっと一緒にやろうよと。でピッチの中だけ頑張るんじゃなくて。 ピッチャーの外でもやれることをみんなでやろうぜっていうような呼びかけの中で今分析舞台みたいなできたりしていってで決してこれやると成長するからとか、うん、んだからこういうスキル身につけたら将来役立つよみたいなそんなスタンスじゃなくてもうみんなで。 筑波が強くなるためにあと自分自身と一番いいパフォーマンスをこの4年間で発揮するためにピッチがえてやれることをやろうっていう呼びかけに対してこう賛同してくれた学生が派生的にいろいろ作っていったっていうのは実際で。なるほどです、ね、あ,あのブインブログっていうのを僕は結いますんすけどなんかこうやっぱ彼らの思いっていうのはすごい伝わるんですよ<ー>この集球部に対する愛っていうか。 自分がやれることを一生懸命しようというか<ー>やっぱそういう,こう支えてくれるじゃないですけどやっぱ部に所属している仲間たちの存在というのもやっぱこうトップチームが強くなるためにはせあの必要な大きいよねやっぱり、うん、特に学生だからね。うんうん 何のためにやってるって言った時にやっぱもう本質的なことだけど喜んでくれる人がいるから頑張れるっていう中で,、うん、で一番誰に喜んでほしいっていう時にもちろん同じチームのないチームメートであるけどもう一つ外には同じクラブの部員たちがいてでトップチームの試合をやってる時に、まあ、応援部員がいてで試合勝った負けたで一喜一憂するのもすごく まあ大きなエネルギーを生むけど、うん、今は学生たち見てていいなと思うのは例えば第一サッカー場で下のチームもアイリーグっていう大会やってて、ねはい、でその時にトップチームの選手らが今度それをスタンドから応援してるし、はい、でそれをこう一緒に終わった後に今なんだ選手らが出場してた選手を寄ってきてカチロコ踊ったりするんだね。 フィールドとやるみたいなのを下のカテゴリーでもやってるからやっぱそうやって一緒になって戦うぞっていう空気になってるのは大きいなっていうのと昔みたいにやっぱトップチームだけをみんなで支えるっていうよりもみんなでこう支え合うっていうかみんなでこう高め合うみたいな感じがあるのはすごくいいなっていうところだね。まあ大学の中でもいろんな運動場って 同じ200人規模ぐらいな運動もあるんだけどやっぱりサッカーの場合は200人いてもそれぞれに、まあ、今我々6チームで活動してるけど6チームがそれぞれのリーグに所属して年間投しで自分の試合があるっていうのはすごく大きいしもしそれで年間ね公式戦がほぼないとかそんな環境だったら。 やっぱりモチベーション上がらないだろうけどこのリーグ戦っていう文化の中でみんな自分の目の前のことはもう一生懸命やることあると。で特に戻ってきた時なんか逆にその意識が強すぎて集、はい、休部全体じゃなくて自分の所属しているチームが勝つために何するとか、はい、そこが良ければいいっていうのをすごく感じた中で、はい、いやそうじゃなくてうんやっぱ集休部全体 で何のためにこう存在しててみんなその例えば今 C1 とか C2 とかある C1 チームに入りに来たわけじゃなくて筑波大学周級部でサッカーしたいと思って入ってきたんだから、うん、筑波大学周級部ってこういう使命があって、はい、でこういうことを目指しているんだからじゃあそれは一つになってやろうよみたいな働きかけようは、うん、まあすごく学生たちにも響いてくれたし。うん うん、でじゃあ自分は何ができるって言った時にこれもつくばのいいとこだけど体育専門学部の学生はコーチングとか、うん、まあトレーニングのとことか、うん、なんか栄養学とかそういうのを学んでるからそういうのでパフォーマンスチームっていうの,の中に部署を作ってくれたけど違う学部の情報学部の学生とかはじゃあ自分は IT 系強いんでいでじゃあデータ班としてとか。はい かこう分析のシステムを作りますとかやっぱそのサッカーっていう共通項に対してそれぞれが持ってるこうスキルみたいなのを生かしてくれてるっていうのはまた筑波のオリジナリティだしいいところで私は他の誰でもない私だからできるスキルで能力でこのチームに貢献できてるっていうのは本当と筑波ならではのこういい一体感の作り方かなっていうのは思うんだよね。 なんか大学サッカーのこう立ち位置というかプロ養成所っていう意味合いときちんとやっぱ教育の場としての意味合いとってあるんですけどその今大学サッカーを生まれている立ち位置ってどうなんですかね、うんうん、実際すごく複雑だしいろんな ススタンのの大学があるなっていうので一概には言えないっていうのが大前提だけど当然大学って何なのってこう世の中的に考えればいわゆる最高学府であり学問を収めに来てるわけで大学に入ってそのサッカー部に入学するわけじゃなくて。 何々大学の何々学部に入学するわけで学ぶべきことはあるし言ったらその大学の中においてサッカーしている学生なんてごくごく一部なわけで本来的な本当に学びたいことを4年間かけてちゃんと学ぶっていうスタンスがない学生は大学に来るべきではないというのがまあ基本的なね自分のスタンスではあるしうん。 サッカーだけやりに来ましたっていうようなことを公言してしまうようなもし大学生がいるんであればそれはどうなんだっていうふうに思う、うん、でもまあ現実的にはスポーツ推薦っていう制度があって、はい、その大学にスポーツっていうものを生かして入学できるっていう制度があるわけで、はい、まあそういれば彼その入学した学生らの努力で掴み取った権利だし、うん、サッカー頑張ることで得られた ポジションだからそそれは否定しないけどもおそらくサッカーやりたいあと4年間 <laughs> で自分はどこまでいけるかとかをこうトライしたいんだと思って入ってきた学生も多くは親元を離れたりとか全く違う環境に行って。 で、地方にいた選手なんかはじゃあ仮に関東できたらこんなに世の中広いんだとか <laughs> あれこんなに上手い選手ってたくさんいるんだとかうんどんだけ自分が世の中のカーズだったんだっていうことを知りこうもちろんそこでサッカーをもう一回本気でやらなきゃってこうネジ負けるやつもいるしまさに挫折して。 自分にとってサッカーって何だったんだろうっていう壁にぶち当たるやつもいるしなんかそういう自分ってなんでサッカーしてるんだろうとか本当にサッカーとどうやって向き合っていくんだろうっていうのを考える時間としての大学は非常に意味があるなと思うんだよねただサッカーやりたいだけだは4年間過ごせないし。 いろこう仲間との出会いとか挫折とかまあいいなんかポジティブな経験とかも含めていろいろ経験できるのがやっぱ高校までではやっぱり狭い環境の中では経験できない、うん、経験が大学サッカーではできるっていうそれは大きいなと思うんだよね。 で、まあ、先ほども少し話題を挙げたように今の日本代表に大卒の選手が多く入り始めてるっていうところで、うん、やっぱ彼らの特徴を見てるとチームに求められていることが何なのかとかでその中で自分は何で貢献できるのかっていうのをちゃんと分かって振る舞える。 それはピッチのない外においてそういうのの力を鍛えられるのでは大いかなと思、ね、うんだよね。もしかしたら高校の卒業する段階ではプロに昇格した選手の方が能力高かったかもしれないけど、はい、やっぱその選手たちは。 個人の力はすごいかもしれないけどじゃあ本当にチームに求められていることは何なのかっていうところにベクトルが向かなかったりうんまあ、ここでうまくいかなかったのは自分のせいじゃなくて監督が悪いとかクラブのスタイルと自分が合わないとか、まあ、そっちの方にベクトルを向けがちなのかなっていうのはちょっと見てて思う。 大学生はよくも悪くも4年間そこでやるって覚悟を決めて、うん、この中で自分のポジションを自分でつかみ取っていかなきゃいけないから、うん、ある意味では自分を変えていかなきゃいけないしそういう中でチームのためにとかじゃあ自分は他の人とどう違うのかっていうのをう広い視点で見れるようになるのは大学サッカーのいいところかなと思うんだよね。うん まあ、先ほど言ったように多分、うん、ふと我に返って自分ってサッカーなんでこんな一生懸命やってるんだろうっていうのをこう問い直す時間もあるし、うん、ここまではやっぱりなんかちょっとやらされてるとか、うん、なんかそれまでの惰性とは言わないけどやるのが当たり前っていうとこまででサッカーに取り組んでたのが、うん、やっぱ親元離れて経済的にも。 サッカーエロートで負担が大きいし、はい、で食事するにも自分で作らなきゃいけないとか、はい、旅行かなきゃいけないとか、はい、ん,なんかそういう日常の中にサッカーってどうやって位置づくんだろうっていうのをこう感じられるのはやっぱ大学生になってからかなと思うし、はい、そうするとやっぱ覚悟が決まるじゃあ取り組み方が変わる。はい そうすると、まあ、国交を卒業してプロになってサッカーするのが当たり前ぐらいなそれだけの感覚を延長してるプロよりも俺はこのためにサッカーしてるんだとかこうなりたいから自分を律してサッカーするんだって覚悟を決めた大学生の方がその後とのまあ2年3年4年でこう逆転していくっていうのは、まあ、十分あり得るだろうなっていうのは思うよね。